こんにちは、デジタルハリウッド大学の片岡花江です。これから私の卒業制作のビジターセンタードステーションデザイン、ビジターを考慮した駅のデザインについて発表を始めさせていただきます。まず作品のコンセプトです。2020年に東京オリンピックの開催が決定され、今後さらに訪日外国人観光客が増加されることが予想されます。そこで日本語を理解できない人でも快適に駅を利用するための方法が必要だと考えました。2つ目がは銀座駅をモデルケースとし、具体的なデザイン案を考えました。再開発やインディビジュアルトラベラーが銀座を訪れていること、また特徴的な構造を銀座駅がしていることが理由となります。で、2つ目は制作背景です。まず私自身、駅や電車の中で訪日外国人の方に道を尋ねられることが増え、そこで問題に気づきました。2つ目に、私自身も留学をし、駅やバスを利用するときにが一番不安だったので、そうした自分の経験を生かしたいと思いました。3つ目に作品の特徴ポイントです。1つ目は整理のされたシステマチックなデザイン、日本語が理解できない人でも分かりやすく、またサインシステムのデザインに合わせて計画書もシステマチックなデザインにしました。2つ目に銀座を意識したデザインです。銀座の歴史や街自体の雰囲気、また今回のターゲットである若者でも見慣れているようなデザインになるように心がけました。最後に制作アイテムです。こちらがメインの計画書になります。またホームサインです。こちらは卒業制作展の時には拡大コピーをしたものを展示しました。最後に出口案内と出口誘導サインです。以上になります。ありがとうございました。